リマ排日暴動事件は1940年5月13日にペルーのリマを中心に発生した日系移民に対して行われた暴動略奪事件である。事件は太平洋戦争終戦までの5年間ペルーの日系移民にとって最悪の試練の期間の始まりとなった。事件の要因としてペルー日系移民の都市集中とペルーへの同化に対する拒否感、 その状況を受けてのペルー側の配日感情の高まりが挙げられる。日系ペルー人も参照ペルーへの移民の開始ペルーへの日本人契約の始まりは、公にはには1898年にペルー政府が日本人契約移民の入国を許可し、1899年に最初の移民790名が渡航したことに始まる。百九十九年から1九百七年の 間に契約移民6,295人がペルーに入り、そのうち約92%の5,777人が太平洋沿岸の綿花などのプランテーションへ送り込まれた。1923年の調査ではペルー在留の日本人は9,440人であり、そのうち約6,000人がリマ周辺部に居住していた。1917年、 日系移民の相互交流を目的にペルー中央日本人会が設立された。ペルー国内の排日機運の醸成と契約移民の廃止1920年前後からペルーでは排日機運が醸成されていった。それ以前よりペルーでは先住民に対する別紙は甚だしかった。したがってインディオと同じような皮膚の色の日本人に対する排斥もペルーが 南米で最も厳しかったと言われている。配日記事は年中新聞等を賑わすようになっていった。例えば次の通りである。体育外省、要望書やかつ応対の虚偽にして、利己的な日本人、ラクロニカ使者説は、1924年に決闘された社会主義政党である。アプラ党は当初から反日感情が強く、 日本の軍国主義や帝国主義的拡大政策をこと、あるごとに攻撃していた。またアプラ島は、ペルー政府の攻撃材料に、日系移民を利用した。例えばアプラ島の機関紙には、ペルー外相が多額の金を、日本政府から受け取り日系移民を許可し、100万長者になったという事実無根の記事を掲載するなどし、政権を揺さぶった。1936年に、 ペルー政府が公表したペルー在住の外国人数によると日本人は22,560人で全外国人の46.7%を占めていた。また日系移民の約6割がリマ、カヤオの都市部に居住していた。前述のように移民制限並み営業職業制限例で国人経営の数をそれぞれ全体の2割以内に制限したが以下の表の通り 事実上実施されていない状況で日本人経営の店がペルー人経営を圧迫していた。ペルーのリマには日本の公使館と領事館が置かれ、ペルー政府への対応は公使が行い、在留日本人や日系移民の対応は領事の仕事であった。当時の領事の権限は非常に強く、日本国籍保持者は彼らの一存で日本に強制送還できた。 また管理として、日本政府の外交基本方針を遵守実行し、在留日本人を指導することが求められた。1930年代の日本外務省の領事に対する要請の一つは、満州事変や日中戦争による緊張した国際情勢の中で、日本の置かれた厳しい状況を在留日本人に深く理解させ、同意させ、団結を図ることにあった。しかし、 在外交換が行った、このような指導は、結果的に、日系移民が、ペルー社会への同化の拒絶に対しても正当性を与えることになった。1939年の中頃、佐藤春が領事として、リマに赴任してきた。佐藤領事は、赴任当時33歳と若輩であり、相手に甘く見られないようにするためなのか、必要以上に威圧的な態度で臨んだと言われる。 ペルーには北田正元が佐藤の前年の1938年に講師として赴任していた。北田は恩恵な態度で物事を進めようとしたが強引に物事を進めようとする佐藤とは馬が合わなかった。両者は次第に対立するようになった。詳細は小屋事件を参照古屋事件は1939年の年末に日本から移民し、 理発店を営んでいた古屋の寝込みを襲い、強制的に日本に帰国させようとした事件である。古屋と日頃から対立していた日系移民たちの計画に日本領事館の佐藤領事らが手を貸していた。しかし、古屋はペルーに帰化しており、また襲撃時に住み込みで働いていたペルー人女性マルタコスタが事件に巻き込まれ、翌1 9四十年二月に死亡した。 ラクロニクル氏など、元々から、配日記事を掲載していた新聞は、コスタの死亡原因は、小屋宅に侵入した、イのオーダーが原因であると書き立てた。さらに時間が経過しても、事件の報道は収束せず、4月5日と5月9日に、ペルーの上院秘密会議で、コスタの死亡原因についての質疑が行われた。小屋事件は、まとめると以下の3つの状況を生み出した。 小屋事件を端に発した配日報道は多くのデマを含みながらエスカレートしていった。例えば日本人は機関銃を500丁隠している在日ペルー講師が殺害された革命指導のために日本人軍人が極秘にペルーに入国している日本人の飲食店の食べ物には毒が入っているなどといったものであった。しかしこのような状況にあっても領事館や ペルー中央日本人会は、ちっぽけな新聞に何ができるかくらい似たかをくくっていたという態度で、事態を放置していた。北田講師も、小屋事件は、領事の責任であり、自身は、感知しないという態度であった。戦争随行のための戦略物資である石油、鉄、銅、ゴム、綿花、肥料などの資源を算出するペルーに住む、日系移民について、アメリカ政府は、 潜在的な危険分子であると認識していた。ペルーに駐在していたアメリカの諜報機関は日系移民の危険分子とみなされる人物のブラックリストを作成し日本語新聞の論調を観察していた。またアメリカの諜報機関は配日報道で大きく報じられたデマを意図的に流したとも指摘されている。5月11日のラクロニカ氏は 日本人が大量の武器を密輸入しているという記事を大きく掲載した。これはデマであった。5月12日には、リマの国立競技場で行われたサッカーの試合で、観客席に反日をアジテーションするビラが巻かれた。5月13日には、ラクロニカ氏が日本人商店で悪態をついた近所のペルー人の子供を主人が叩いたところ、日本人の暴行事件であるとして、 大きく報じた。また、日本人の商店や、住宅の建物の目立たないところに、白木やペンキで何かの印が付けられるようになった。この印は決しても、再び付けられていた。5月13日の正午過ぎ、リマのアルフォンソ・ウガルテ通りで、ペルー人の中学生の一団が突如、日系移民の商店に対して、投石を始めた。それに乗じて、 近所の住民たちが乱入して略奪を始めた。先導者たちは市内でアジテーションを繰り返し、リマ前市で日本人商店に対する暴動が始まった。略奪は20時間余りにわたって続いた。略奪を受けた日系移民たちは領事館やリマ日本人学校に避難した。口置するように領事館は取り締まり、軍の出動を要請したが、 内務省及び警察はこれを目殺した。また、リマ市内の巡査は、日本人の焦点の略奪を見て見ぬふりをしていた。リマに始まった暴動は、リマ近郊から他の地方、農村部にも拡大していった。14日午前8時に、リマ市内に戒厳令が敷かれ、間もなく武装警官や軍隊が出動した。しかし、情勢は完全に収まることはなかった。 14日に午後に佐藤良二の発した有田八郎外務大臣宛ての公電にはこんなを暴行継続中とした。15日にも散発的に略奪が発生した。20日、ブラジルのリオデジャネイロに出張中であった北田講師がリーマに帰任した。状況を見極めるため20日からペルー政府に連絡の上試験的に10件の日本人経営の店を開店させた。 暴動も、だんだん下火になった5月24日に、リマ地方に大きな地震が発生した。リマ及びカヤオの都市部では、建物が至るところで倒壊し、人々は大混乱に陥った。リマ日本人小学校には、暴動の被害者である日系移民が数百人が収容されていたが、そこに近隣の震災被害者が流れ込んで、ひどい混雑となった。 暴動発生直後、日系移民たちは、領事館に駆けつけたり電話をかけたりしたが、佐藤領事らは、大したことはない、すぐ静まると言って取り合わなかった。一方で、佐藤領事は、ペルー側に前所を要求したが、小屋事件で生じた領事と、ペルー政府との間に、相互不信があり、コミュニケーションがつきにくかった。領事は、まず、ペルー内務省に出向いたが相手にされなかった。 ついで、外務大臣に対して、法人保護を要請し、外務大臣は遺憾の意を示し、支給軍隊出動することを約束した。しかし、なかなか実行されず、13日の夕方に、日本人のペリューでの内来計画はデマであると、ラジオ放送したに過ぎなかった。また、北田講師は不在であり、これも、事態を悪化させた。東京朝日新聞は、 5月16日の長官3面で、リマ市の法人襲撃略奪被害400横一物、残さぬ残虐ぶりとの見出しで伝えた。5月17日の東京朝日新聞長官7面には、佐藤良二と国際電話でのインタビュー内容を掲載した。佐藤良二のインタビュー、東京朝日新聞は国際電話で佐藤良二とインタビューを行い、5月17日の長官7面に、 狂乱の反日暴動を聞くのタイトルで、その内容を掲載した。以下、一部を、抜粋引用する。東京朝日新聞1940年5月17日長官7面、狂乱の反日暴動を聞く本社、日本人商店例えば、末富とか、谷口とか、市川という、大商店も、全部やられましたか佐いや大商店はいち早く鎧道を下ろしたので、助かったが、 中小商店の500件がめちゃくちゃな略奪に、総費、その被害は、約6、700万円に上ると思います。床板まで剥がされて、商品、財産は猫葬に略奪されました。本社、なぜ、ペルー関係は取り締まらなかったのですか。一体軍隊は出動しましたか。佐藤、あまり暴動が激しかったので軍隊は出動したものの、ただ傍観しているだけでした。 それで我が方はとりあえず、日本人小学校に、被害法人を全部避難させ、今日あたりから、そろそろ自分の店へ帰り新規巻き直しの元気で、再建に取り掛かりました。本社、暴動の本当の原因は一体何でですか理髪屋の古屋事件だと、日本には伝わっていますが佐藤、本当の原因は、小屋事件じゃありません。突き止めると、 ペルーの現政府打倒の複雑した内政問題に日本人が利用されたんですね。もちろん理面には共産党分子がいたかもしれませんが目覚ましく反映している日本人商人に対する嫉妬心を利用した暴動ですね。東京朝日新聞1940年5月17日長官7面、狂乱の反日暴動を聞くこのように佐藤良次は暴動が 小屋事件と無関係であると明言した。また佐藤良次は東京の外務省宛ての5月22日の公電においても事件の原因をペルーのアップラ島や中国人が背後にあると報告した。暴動事件への抗議5月15日、有田八郎外務大臣は中日ペルー代理講師に対して抗議を行い犯人への厳罰と損害の賠償を要求した。 佐藤良二の転勤事件について、小屋事件の対処に失敗した佐藤良二の追うべき責任は大きかった。しかし、上述の朝日新聞のインタビューなどでも明らかなように、佐藤良二は事件はあくまでペルーの反政府勢力の引き起こしたものという見解に固執していた。東京の外務省本省は佐藤良二の行動に対して厳しい批判や処分を 加えるような雰囲気ではなく、むしろ、佐藤良二の行動を良しとする雰囲気すらあったと言われる。その背景には、戦時下の日本にあっては、強気の外交官が好まれ、強気で出た、多少の失策を感化する傾向があった。また移民関係の一端を管轄している、拓務省が調査員を派遣して、事件を詳しく調べるべき、と主張しており、 外務省が宅務省の介入を避けるためだったとも言われる。しかし、被害者の帰国問題に関しても、北田講師と佐藤良二が、それぞれ別々に東京への報告と意見具心するという状況であった。このように、北田講師と佐藤良二の不仲は決定的であり、東京側は、講師と良事の相互の間に密の連絡を取るようにたしなめる講伝を送っている。 北田公子は、領事の鋼鉄を東京に強く要請し、日系移民の中にも、領事の失策や領事と結びついた、ペルー中央日本人会の幹部を求断する動きが出たため、外務省も決断するに至った。7月末付で、佐藤領事を、メキシコ公使館三等書記官兼領事として、転勤させた。被害者の帰国6月12日の東京宛ての公電によると、 暴動被害者のうち帰国希望者は合計558名であり、そのうち沖縄県出身者は482名だった。6月20日に北田公子は再帰不能者を全員無償で日本に帰国させる必要があることを強調した報告を東京に送った。帰国希望者の数を絞った上で外務省と卓務省の接班で機密費から帰国費用を支出することが決まった。 7月11日、54家族216名が、平広島留で、かやおこを、出港。8月13日に、横浜港に入港した。5月18日、大統領令をもって、国勢調査の実施を理由に、外国人移民の入国を停止することを決定した。日本側から抗議があったが、これを退けた。5月22日、北田講子に対して、 ペルー外相は暴動事件の調査委員会を設置したことを通知した。また、外相は暴動の関係者として暴動の口火を切った中学生などを奉公、先導した教師を解職、警察署長2名を更迭、反日記事を連続して掲載したらクロニカ氏に自己批判的な社説掲載を命じた暴動に関与したとして油党の党員を逮捕した等を説明した。 5月15日発の公電によると、日系移民の死者1名、負傷者10数名、略奪を受けた家屋は500件以上であるとした。5月23日発の公電によると、リマ市とその郊外の被害件数は598、そのうち全滅が321件。直接被害362万5000ソル、住宅被害53万9000ソルと報告した。 1940年に淀川ガ樹がリマ領事に1941年に坂本隆起がペルー公使にそれぞれ着任した。両名は外務省より暴動の賠償問題の解決と暴動事件の背景にあった排日感情の改善に努めるよう指示を受けていた。淀川領事のもとには賠償金受領を採測する日系移民が連日を仕掛けた。 淀川良ワは1940年11月20日付の東京への講電でリマでの排日的感情について報告を行った。その中で新聞は暴動後も引き続き排日記事を掲載しているリマやカヤオなどでは連日のように排日ビラが散布され民衆の反日感情を煽っている状況は暴動前と変わっておらず。 日系移民は不安に駆られていると報告した。淀川ガワ領事は、再三平流政府に対して、調査委員会の調査の進捗状況を問い合わせた。しかし、暴動事件後も、反日感情が収まっておらず、排日的な意見を持つ者が、日本人に対して課題に、被害額を査定したと非難することを恐れて、故意に調査を遅延させているのではないか、と疑われていた。 両時間では賠償額を400万ソルと見積もっていた。しかしペルー側の被害額の調査は事件後1年経過した1941年5月に至っても全体の約半分程度であった。また調査が終わった部分の賠償額は日本側の査定した請求額と大きな開きがあり、ペルー側の調査に従って賠償額が決定すれば移民の間から 大きな不満が起こるだろうと予想された。被害にあった日系移民には生活に困窮するものも出てきており、外務省はペルー政府に前払いで暫定的に支払うように交渉するようにと領事館に対して訓練を行った。そして交渉の末、ペルー政府は1941年3月に賠償金10万ソルの前払いに同意した。 1941年8月に一部物資払いで総額140万ソルで賠償金が合意となった。賠償の関連法案に大統領署名を得て官報に掲載されたのは1941年12月6日であった。12月7日、賠償に関する法案が官報に交付されたことを日経移民に報告する会がリマ日本人小学校で開かれた。その席上で 太平洋戦争開戦のニュースが伝えられた。太平洋戦争開戦間もなく日本とペルーは断交となった。そのため、1962年まで賠償問題は棚上げとなった。1962年、太平洋戦争時にペルー政府が行った日経移民資産凍結に対する解除問題の解決後、暴動事件の賠償金が日本大使館と ペルー政府の間で議論されることになった。1963年、三浦文夫大使とペルー外務大臣との間で、暴動事件の賠償金未払い額130万、ソルの存在の確認と、1964年より20万、ソルの年付支払いを合意した。しかし、ペルー政府は、財政の問題を理由に支払い実行に応じず、1966年に5万、 ソルの支払いを実行しただけであった。太平洋戦争開戦直後とともに、ペルー政府は日本人に対する態度を硬下させていった。1942年1月には戦略物資を買い付けに来ていた日本人商社社員約10名を逮捕監禁した。1月12日には日本語新聞が発行停止を命じられた。1月24日、ペルー政府は 日本国との国交断絶を通告した。公私官員、領事官員とその家族を強制収容した。またこれに並行して、ペルー政府はアメリカ大使館が用意したと噂されるブラックリストに基づき日系移民の指導者層にあたる重要人物を逮捕していった。4月から外交官、商社員、日系移民がアメリカに向けて強制送還が始まり、 1945年までに2771名の日系人がアメリカに向けて強制送還された。強制送還された人々に対しては、身の回りの市内外の傾向を許さず、出国後は不動産を含む資産はすべてペルー政府が接収し、競売その他で処分された。日本政府は第三国を経由した在留民交換を拒否したため、 アメリカ政府はペルーから連れ出した日系移民を戦争中、自国内に収容せねばならないことになった。ペルーに残った日系移民も資産凍結、接収、3人以上の集会禁止、日本語の使用禁止などが適用された。ペルー中央日本人会の解散、日本人学校の接収も行われた。 太平洋戦争中、ペルーでの日系移民の状況は過熱であった。そして戦後も、日本の負けを受け入れず、根拠のない戦勝説をルフし、敗戦を受け入れたち直りを図ろうとしていた、他の日系移民を敵視する者が現れた。いわゆる、勝ち組と呼ばれた集団である。ペルー日系二世で、太平洋戦争前に、修学のため日本に滞在した、ある男性は、 戦後しばらく経ってからペルーへ戻り、家族の前でスペイン語を使ったところ、父親から五島国民の言葉を使うな。一等国民の言葉を使えと一括されたと解雇している。以下に日経移民側から見た暴行事件の考察を示す。ありがとうございます。